みゆきゆあの映画討論。皆様こんにちは、声優のみゆきゆあでございます。はいはいはい、わあ、なんか本当なんかすっごいね、あの盛り上がっててね、皆さんそれぞれゲームやってらっしゃるんですけど、私もゲームしたいです。はい、モンハン4G 買ったんだね。そうなんですよ、モンハン 4G 買ったんでね、私タッチとかね、ライトボーカルとか使うんで、皆さんテーブルがでかいからさ、カードゲームやなんか引いてくれる。そうですね、あの結構の、結構割と大きめのボードゲーム広げてますね。はい、なるほど。ここでゾンビーズ広げるとどうなるのかな。なんだそれ。ゾンビーズってあのどん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 ボードゲーム好きなんで、ゾンビーズはですね、どん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 マップが広がっていくんですよ。だから多分テーブルだけで収まりきらなくて、いつもなんか床とかにも引いちゃうんですけど、はい、まあ、ゾンビーズって名前がついてるぐらいなんで、あのゾンビのゲームです。結構楽しいです。それテーブル2つぐらいつけてさ。2つで足りるかな。毎回、ちょっと待って、映画の話を。あ、本当はい、また今度ね、しますので、ね。はい、まあ、この動画ではですね、あの私、映画大好きなみゆきゆあがね、みゆきゆあがですね、あの好きな映画の好きなところをぎゅっとね、濃縮、還元して皆様にお伝えする動画でございます。はい、はい、で本日の映画はこちらでございます。はい、タイムオブウルフ、タイムオブザウルフです。はい、こちらはですね、まあこのシリーズの中で、まあ、2作ほど紹介させていただきました、私の一番大好きな監督さん、ミハエル・ハネケ監督が描く、異色な終末世界ものです。まあ、終末世界、終わりに待つとか言って、まあ、世界の終わりを描いた世界なんですけど、まあ、実はですね、終末世界ものって言ってもこれだいぶ異色なんですよ。と言いますのも、あ、まあ、なんで世界が終わりを迎えているのか、どういう状況なのかっていうのを全く説明してないんですね。はい、そんな終末世界ものです。ただでも状況だけで世界がもうやばいことになってるっていうのだけが分かる、そんな感じです。まあ話を説明いたしますと、まあ、世界が混乱に陥っている中、とある家族がわずかな食料を持って自分たちの町から別荘へとやってくる。しかしそこには見知らぬ家族が占拠していた。夫が説得を試みるも射殺されてしまい、その上持ち物も奪われてしまう。妻は子供たちを連れて逃げるが、この世界状況では頼れる人もおらず途方に暮れてしまうという話です。まああの、まあ、まあ先ほども説明したんです。そう、恐ろしいんです。私、まああの、私すごい週末世界っていうテーマがすごい好きで、まあ、ゲームとか、まあ、映画も例えばそうですね、あのロードとかあの辺もそうですね、あの週末ものですね、ああいう、まあ、ああいうのってもうなんで世界がこうなっちゃったとか、もう今どういう状況なのかっていう割とね説明してくださるんですけど、これ本当に何も説明しないんですよ。何も説明しないでもうやばいってことだけが分かるっていう、まあ、そんなすごい空気感がすごい映画です。はい、まあ、この映画の中で描かれてるのはそういう説明的なものじゃなくて、例えば人間関係とか、そしてそれを見つめるあのメインの男の子の視点なんですね。はい、まあ、とにかく、まあ、この映画胸子供は2人いて、お姉ちゃんと弟がいて、まあ、その弟の、まあ、子供たち両方の視点はあるんですけど、まあ、メインは弟の視点かなって感じですね。はい、弟がまあ小学校低学年ぐらいの、ね、男の子で、マガリンと3人で、はい、逃げるんですよ。まあ、だってもう初っ端お父さん殺されちゃいますからね。しかもなんか自分たちの別荘に逃げてきたのに、その別荘が他の家族に乗っ取られててって感じで、射殺された上食べ物まで奪われちゃうんだよ。もう絶望的ですよ。うん、でまあまあもう胸クソ悪いんですよこの映画。まあ初っ端から一方的にお父さん殺されて、でそれ見てお母さんゲロ吐くし、もう主人公以下の不幸の連続です。でまあで世界はこんな感じなんで、お父さんが殺されちゃったって言って他の警察だった人のところに行っても取り合ってもらえないし、もうちょっと食べ物くれるだけでも自分たちのことにみんな手一杯なわけですよね。で、まあ、でもこんな状況なんでそうなってしまうのも致し方ないんですよ。はい、で分かってる、分かってるんだけど、恐ろしいくらいにがムカムカしてきますね。はい、まあ、過去に扱った2作でも言った通り、ミハエル・ハネケという方はですね、本当にそういう人間の恐ろしい部分を描くのがうまいんですよ。はい、はい、人を悪く描かせたら天下一の羽毛さんです。はい、まあね、あの、あ、そう、あの、その最初の家族がね、その別荘を持ってた家族がまた後から出てくるんですよ。まあ、またこのシーンもまたすっごい
あの胸くそだけでだいぶ来てますね、はい、なんていうの、人の神経をね、本当に細部の細部まで魚でしてね、もう、なんていうの、してくださるんですけれども、その魚でされる行為をどう思うかで、あのこの映画の評価がすごく変わると思うんですね。私はその羽毛さんの映画を見た後すごい嫌な気分になるんですけれども、でもこの人間の心理描写をね、あの実に見事にリアルに、そしてもう一切容赦なく描いている様がすっごい好きなんですよ。なんでもうなんか人に一切甘えさせない感じ、厳しい、もう優しさのかけらもない、いやでもそれをね、あの割とすごく芸術的な意見まで高めて描いてるんですよ。だからその深井さんの中に不思議な爽やかさすら感じる、はい、そうなんですよ。なんかそれまであの割とその日常的な中の歪みの積み重ねの深井さを描いた作品が多かったんですけど、これだけまあ異色というか、まあ週末世界ですから、世界やばい状況になってます。何なんだろう、このタイトルの関してはまだちょっとまだ考察中なんですよ、私の中では。なんかさ、はい、そういう週末の中で、ね、黄色っぽいおっさんが出てきてさ、これ戦ったりとかはないんですけど、でもちょっとそれはあの作品の核心に触れる部分なので、ちょっと実はそのヒーローということに関してちょっと頭に置いて見ていただけるとちょっとあってなる部分があると思うんですよ、うん、なんですよね、なんだろう、うん、人のね本来の姿を描いている映画なんですけど、あのまあそのなんだろう、人々の会話の端々にちょっといろんなね伏線というか世界を読み解くヒントが入ってるんですけど、その中にヒーローなのかな、ヒーローがいるんですよ、はい、ちょっとそれを念頭に置いてちょっと見てみてください、はい、それ鋭い指摘でした、はい、うん、だってザ・ウルフって言ってるじゃん、はい、なんかかっこいい人出てきて助けてくれるのかな、そういう救いは本当にないんですよ、で、なんかでも、ないんです、端々でなんかちょろっと覗けるものが、あって で、私たちはその客観的な視点、映画の外にいる人なんでそれを全部知ってるわけじゃないですか、で、この映画の感想を書いてる時にふと思い当たったんですけど、この映画の視点、我々私たちが見てる視点ってそのままこの映画の中で言うと男の子の視点だったんですよ、うん、このもう男の子は全部それを感じてて、それを主観としてではなく、なんか徹底した客観的な視点でこの映画を作ってるんですよ、はい、なんかすごい、この男の子の視点を通して客観的なんだけどちゃんと映画の世界にいるんですよ、そんな不思議な体験ができる、すごい羽毛すごいお見事って感じです、はい、なんていうの、もう俺も週末ものは好きなので、ちょっと知らなかったタイトル、ツイッターのすっごい面白いんだけど、でそのまあヒーローに関するあるね行動が最後に行われるのです、行われるんですよ、でもうなんか今後行動がね、もうなんかちょっと何とも言えない気分になっちゃったんで、ラストシーンで、はい、なのでちょっと見て確認していただきたいなと思います。でまあ週末世界ものでめっちゃ混乱してて、まあ、海外なんでもうその人間関係が怖いみたいな感じになってるんですけども、まあ、まあ、基本的にね、うん、外国の週末世界を見てると、はい、外国だからだなっていう、まあ、多分これ日本だったらまあ、まあね、まあ、大震災の時も皆さん協力してね助け合いましたからね、まあ、多分日本だとこういうことはないんだろうなっていうのもあるんですけど、はい、まあ、その海外におけるあのあれ、その未曾有の災害の際の様子が見て取れます。例えばなんかあの途中でそのいい街に行くためにどうやら電車が来るらしい、で電車を待つためのコミュニティっていうのが駅にできるんですよ、でその中に主人公たちも加わるんですけど、やっぱその中の上下関係とかだったりとか、もう搾取する人搾取される人みたいな感じでいろいろね、本当に人間の汚い部分がいっぱい出てくるにもかかわらず、周りに映ってる風景がめちゃめちゃ綺麗なんですよ。例えばその駅もすごい森の中にあるで、その森の映像がすごい綺麗でも、そこにいる人たちはもうどうしようもなく醜いみたいな、そんな対比もすごいいいです。はい、まあ、あのひどいことオンパレードの映画なんですけど、びっくりするぐらいいい出来です、はい、すっごい面白かったです、これがですね、
と109分です。あ、短い。はい、ただ羽根映画っていうのはBGM とかをほとんど使わない人なので、だからちょっと単調に感じるシーンは多いかと思います。はい、じゃあ見るぞと思って見ないと。そうです、ちょっと気合い入れて見ていただけると嬉しいです。はい、今日はだいぶ熱入っちゃいましたけど本当に面白かったんで、皆さんぜひ見てください。はい、では皆さんまたお会いしましょう。それではさようなら。バイバーイ。バイバーイ。